ニュースの深掘りですご覧のグラフは今回の流行り病の収束度合いを表したグラフでございます見て分かりますように左側の7月11日あたりから始まりましてオリンピックが終わりかけの8月下旬にピークを迎え本日9月22日にはほぼ収束の状態となっておりますそしてこれはもう毎回のことなんですけども7月の頭には東京都に緊急事態宣言 そして途中に6都府県に拡大、13都府県に拡大、そして20都道府県に拡大、国家ほぼピークになっています。これは今までも同じだったんですけども、ほぼほぼピークになった時に、大慌てで緊急事態宣言を出します。ですから、どう考えてもこれは意味がないとしか言わざるを 得ませんもし出さなくてもこれは確定はできませんけども出さなくても放っておいても同じような形でこのグラフと同じくなだらくに下がっていっ,てったという可能性は十分に考えられるわけですで数字が減ったわけですからこれはこれで喜ばしいんですけどもやはり私が頭にくること許せないことこれは日本人の皆さんみんなそうだと思いますけどもテレビやマスコミメディアで 顔を出すために恐ろしい数字を上げて時には涙声で感情に訴える上官に訴えるようなことをしてとんでもないことになる日本がこのままでは壊滅する東京がこのままでは壊滅すると叫び続けた人たちです。特にこの方は有名ですよね 西浦先生ということで、8割おじさんと言われておりますが、この8割おじさんも、その昔は42万人の死者が考えられる。もちろんいいんですよ。最悪のことを予測するというのは悪いことではありません。ただ、自分の予測が何回も何回も外れるのに、前のことは何もなかったようなことにしてテレビに出てきて、そしてまた恐ろしい数字を上げて国民を煽りまくる。これに対する反省や検証が一切ありません。 ところが、さすがに西浦先生も反省したかと思いますつい最近なんですが自分のブログもしくはツイッターだったという記憶がありますけども結果的にオリンピックというのはコロナに対して何の影響もなかったと言わざるを得ないコロナ患者が増えることには関連がなかったと認めざるを得ないということを自分で話をされておりますそしてこれはいいんです やっぱり私は間違っていた。間違ってたという,というよりも、自分の資産が間違っていて、結果的には関係なかった。これはこれで仕方がないことです。でしたら、西浦先生もテレビなりに出て、自分の観測は間違っていた。これをしっかり説明するべきでしょう。しかし、もっといけないのはマスコミです。最近思いませんか西浦先生、ぱったりとテレビに出ておりません。 自分でそんなことを言ってしまったもんですから、テレビとしてはもう使う価値がなくなったと私は判断しております。今後もたまには出るかと思いますけれども、おそらく使いづらくなったというのが私の読みでございます。はい。これは橋本徹さんですね。八割おじさん、西浦教授に苦言、予想がなぜ外れたかを言ってもらわないと信用できません。私は個人的に橋本徹さんを支持しませんが、この意見については大賛成でございます。これはおそらく全ての国,国民が みんな疑問に思ってるこ,となんですこれをしっかりやってもらわないと今後は専門家が何を言っても信用ができません。